はい、こんにちは。みゆみゆラジオ第2回です。今回は私が最近見た映画についてお話ししたいと思います。映画と言いましても動画で見たんです。ネット動画ですね。ネットフリックスであったり U-NEXT であったり、まあ、そういった映画を多数配信している動画サイトで映画を見ました。6本紹介したいと思います。まず1本目は西部戦線異常なし、1930年の、まあ、いわゆるクラシック映画ですね。ルイス・マイルストン監督の、まあ、戦争映画です。戦争映画というと、まあ、日本的には日本目線で、アメリカの作品だとアメリカ目線で語られることが多いんですけど、これドイツ人が主人公ですね。ドイツ兵が、まあ、フランス兵やアメリカ兵と戦うという映画です。でヒーロー的なものではありません。どちらかというと反戦映画ですね。悲しみだとかね、残酷さを描いた映画となっています。印象に残るシーンといえば、まあそんなね、戦場の中でおいても、若者が若者らしく、敵軍になるんですね。ドイツ兵から見て敵軍、つまりフランスの、民間人の女性と、まあ、遊んだりだとか、そういったシーンもありましたね。まあ、それはでも戦争の中での、まあ、一幕ですね。全体としては、まあ、戦うシーンもたくさんあります。食べ物がなかったり、非常に悲惨な状態で、主人公がそういった戦場の兵士なんですけど、休暇をもらって故郷に帰る時間があるんですね。その時故郷に戻ると、戦場の現場を知らない大人たちや、教師たちが、まあ、子供たちに戦争は素晴らしいものだと、お国のために戦うのは素晴らしいものなんだと、もしくはそのもっとここをこう攻めるべきだとね、不退転の覚悟でここを突破するべきだなどと、いろいろ井戸端会議的に戦争の戦略についていろいろ語ってるんですね。でもそれはね、その映画の中では滑稽に描かれてますよ。それはだってね、現場で散々苦しい思いをして仲間がたくさん死んで悲しい思いをした人の目線ですからね。この人たちは現場を知らずに何を言ってるんだろうと、食べ物なんてもうないよ、戦車だってもうボロボロだよという冷めた目線に、主人公もなってますし、視聴者もそういう目線で 見られると思います。で2作目は、大統領執事の涙、2013年のリー・ダニエルズ監督の映画です。これがですね、私はこの最近見た6本の映画の中では、まあ最高の映画だと思います。黒人の大統領執事、世話をする人ですね、大統領の。で公民権運動というのは50年代後半から60年代初頭くらいにかけてアメリカであったんですね。黒人の人に対する差別をなくしていこうという運動です。その運動の過程で、まあ、デモなどが起きたんですが、まあ、平和的なデモもあったんでしょうけど、暴動に近いようなものにも発展したりして、まあ、これはどちらが悪いなんてことは言えないんですけど、その人の差別は悪ですね。差別は悪、その差別を解消するために暴動という手段が良かったのか、いや当時はそれをせざるを得ないほどの状況だったんだというのはかというのは、まあ議論の余地があるところだと思います。まあ、そういった歴史的背景をもとに黒人の大統領執事が、まあ、7人の大統領に仕えた、で使いながら、いろんなことを考える、公民権運動に当たる大統領の苦悩を見たり、またその大統領執事の主人公の執事の息子さんが、デモ運動の、まあ、リーダー的な存在になってるんですね。公民権運動に参加して大学に行かなくなってしまって社会運動ばかりをしていると。で一方でその大統領の側は、まあ、国の、まあ、象徴的な存在ですね。その国に対してこの国は間違って戦う息子と、まあ、間に当たって羊の苦悩みたいなお話です。で7人の大統領に仕えたというんですけど、その7人全員は描かれません。
アイゼンハワーという人にね最初使えて、その後ケネディ、アイゼンハワー、ケネディ、あとまあニクソンがちょこっと、あとジョンソンで最後オバマ大統領が現れて終わるんですけど、まあオバマ大統領はもちろん使えてるわけじゃないんですね。アイゼンハワーの時代からねオバマ大統領ってものすごく50年ぐらい経ってますよね。大統領執事を辞めた後お年寄りになって、まあ執事を引退してねお年寄りになった後にオバマ大統領が出てきて、あ、やっと黒人の大統領が出てくるくらいになったんだと、公民権運動で無駄じゃなかったんだよねみたいな終わり方をしています。ただ私はここで、ね、忘れてはいけないのは最後希望に満ちた終わり方をしてるんですよ。オバマ大統領出てきた素晴らしいっていうことね。ただオバマ大統領が出てきてもほとんどの通り人種問題は終わっておりません。今何、黒人の青年が白人ばかりの警察官、白人ばかりの街で白人警官に殺されてしまったり、それが差別でないかと暴動が起きたりして、オバマ大統領も私は大変尊敬して大統領でたくさん苦労はされたんですが、まあ、根深いですね。人種問題はまだ解決しておりません。解決せねばなりませんが解決しておりません。で3作目はアリという、まあ、モハンメド・アリ、ムハンマド・アリ、本名はカシアス・クレイというんですが、もともとね、もともとカシアス・クレイというんですが、その人が、イスラム教に改宗して名前をイスラム的なムハマダ・アリという名前に変えました。そのアリという人の映画ですね。マイケル・マン監督でウィル・スミス主演ですね。ラッパーのね。で2001年の映画です。でこれがねあんま面白くなかったですね。最初の方ね、まあ割と面白かったんです。これもね大統領執事の涙と一緒に、ここは公民権運動なんかとちょっと関わってくるような映画ね。マルコム X が出てきたしね。まあ黒人差別のある中からボクサーとして、成り上がっていくみたいな。でお話の中の一つのクライマックスはベトナム戦争への徴兵拒否ですね。徴兵を拒否したということで、アリは、裁判になります。刑罰を、一審二審では有罪になったんですが、最新最高裁みたいなところで、アメリカのね、アメリカの最高裁みたいなところで無罪が言い渡されて、その後、まあ、もう一個試合をして終わりました。で、まあ、これだけ聞くとね、社会派の側面もあり、人間ドラマも面白いと思うんですけど、全体としてはね、あんま何言ってるかよくわかんないところもありまして、まあ私のその感性が悪いだけかもしれませんけど、あんま面白くなかったですね。ドラマ性もよくわかんなかったし、途中でなんか間延びしたような感じになってしまいました。で、後半では残り3作を紹介いたします。では、ここで1曲お送りいたします。さて、ミューミューラジオ後半です。後半は第1作の黒澤明監督の羅生門、1950年の映画ですね。京真知子さんと三船敏郎さんが主演です。でこれも大変面白いですね。前半では大統領執事の涙が1位と言ったんですが、羅生門もまあ同率1位くらいのいい作品です。白黒映画ですね。白黒映画で、これは芥川龍之介の羅生門という、まあ、作品と藪の中という作品を両方原作とします。で、サメスの芥川龍之介の藪の中という羅生門は、何か原作があるんですね。日本の古典の今昔、物語だったかな、何か古典を下敷きにしてます。で、どんな話かと言いますと、まあ、羅生門って雨降ってる時ね、羅生門って古い、まあ、お寺的なところにね人が集まるんですよね。その人たちが、まあ、最近起きた不思議なことということでお話をするんですね。その不思議なことというのは藪の中の話ですね。一つの、まあ、殺人事件です。殺人事件に対して、いろんな人が自分の、その、見たことみたいなのを裁判官に話すわけですね。これこれこういう経緯で人が死にましたみたいなね。で、それ全部都合のいい話になってですね。それぞれの語り手にとって。なので、まあ、物事は見方によって全然変わるとか、人間は自分勝手に記憶、事実を記憶の中で歪めてしまうとか、そういったものを描いてたと思います。で、その映像撮りなんかもね、その裁判官が出てこなくてね、裁判官の目線で、まあ、淡々と語るその目撃者的な人を映すシーンなどね、カメラワーク的に非常に良かったし、これデジタルリマスターされてるんですね、おそらくね。非常に美しかったですね。京真知子さんもね、非常に美しかったです。三船さんもかっこよかったです。で第5作目がイージーライダー、
1969年の映画、デニス・ホッパー監督主演ですね。でピーター・フォンダさんも主演してます。これはまあ麻薬で、大量のお金を得た若者が、まあ、バイクに乗って、まあ、アメリカを、まあ、あちこち行って遊んだり、飲んだくれたりしたんですけど、まあ、結局それだけで特に何も得られませんでしたみたいなお話です。一種不条理といえば不条理かな。映画ってドラマ性を求めるという前提に立てば不条理ですけど、まあ現実といえば現実ですよね。特に何もないわけですよね。バイクで乗ってね、自由を求めてバイクに乗ったなんてよく紹介されますけど、まあ自由求めるかよく分かんないんですけど、よく分かんないもん、まあ旅に出るんですよ。まあ、よく本で主人公たちもよく分かってなかったと思いますよ。でお話としてもよく分かんないですよ。特に目的もなくバイク乗ってあっちこっち行って何にもなりませんでしたと。で最後事故にあった、事故というかね、まあその通りすがりの変な人に撃たれちゃうんですけど、はい、というまあ日本映画にすごく影響を与えてる感じがしますね。青山真司さんのヘルプレスなんて思い出しましたけどね。あれこれ遊んだり騒いだり、悲しんだりいろいろしたけど特に何もなりませんでした。時間はただ過ぎていきますみたいなね、そういったものです。これは5つ星中3点あげましたね。はい、で最後の作品、これはチャーリーと14人のキッズ、スティーブ・カー監督、2003年の作品です。で主演がエディ・マーフィーです。で私エディ・マーフィーの大ファンでして、彼の、映画大好きなんですね。ダッティ・プロフェッサーであったりとかね、ドクター・ドリトルであったり、面白いじゃないですか。でこの作品非常に面白かったですね。これ5点満点中4点を差し上げました。まあ、お話としては主人公のチャーリー、バリバリのエリートビジネスマンのチャーリーが、まあ、ある日会社クビになって、で家にいるわけですね。でお金がないんで奥さんの方が働きに出て、チャーリーは家で子守りをすると。でその子守りという、まあ、子守りなんて一言言いますけど、子育てむちゃくちゃ大変ですよ。でそういうむちゃくちゃ大変な経験をして、で保育園なんかもなかなか見つからないわけですね。でだったら自分で保育園作っちゃおうよみたいな話です。自分たちでパパの保育園、ダディーズデイケアというパパの保育園で、男性だけでね、一緒にチャーリーと一緒にクビになった同僚、元同僚と一緒に男性の保育園を作ります。で子育てに奮闘するという、そういったお話ですね。でまあ最初はね、男性が保育なんてという、まあ、やや差別的な意見も、まあ映画でね、これコメディ映画ですから、あからさまの悪役っていうのがいるんですね。あからさまの悪役キャラ的なものとして、まあ、差別発言などもありました。でもそんな中で子供たちと、まあ、打ち解けていろいろあったけど、まあ、幸せにねうまくやってますよみたいなお話です。で大変面白かったです。まあ善悪があって、まあチャーリーたちがね、子供たちと一緒に、まあ、これこっちは全の立場ですね、まあ、大体縁を迎えると分かりやすいお話でしたし、マーフィーのエディ・マーフィーの演技も最高でした。ということで最近見た6作の映画を紹介いたしました。これ全て Netflix や、U-NEXT で見ることができますので、皆さんもよろしかったら見てみてください。それではミュウミュウラジオ第2回これにて終了です。また次回お会いいたしましょう。